福島は海上自衛隊の総海艇。菅島型総海艇の6番艇。艇名は、浮島に由来する。旧海軍、ウグルが高い防艦、浮に次いで日本の艦艇としては2代目。福島は、平成11年度計画総海艇386号艇として、USC 京浜事業所鶴見工場で2000年5月17日に、 帰行され、2001年9月17日に、浸水、2003年3月18日に収益し、総海大軍、第2総海隊に編入された。2004年4月21日から5月7日までの、間、シンガポール周辺海域において実施された第2回に太平洋、総会訓練に総会母艦、浦が、総会艦、八条と共に参加した。 2009年4月14日から4月27日、長崎県平戸沖漁船転覆事故による行方不明者捜索に参加。同年6月20日から6月29日、伊予島周辺海域で平成21年度実機来処分訓練に参加。2010年2月26日、佐世保地方対物石基地帯第43総解体に編成が得。同年9月30日、 福岡県神田港沖で、嫌い処分作業を実施。同年11月3日、関門海峡で、嫌い砲弾処分を実施。2012年6月17日から6月21日、伊大島周辺海域で実嫌い処分訓練に参加。2014年7月18日から7月30日、道の区湾で、アメリカ海軍との総会特別訓練に参加。 2015年2月1日から2月10日、伊勢湾で平成26年度機雷戦訓練に参加。同年7月12日午後10時2分、長崎県高島漁港で海に転落した幼児を捜索するため隊員40名を乗せて出港。同年8月16日午後11時、下津島南西1 1 0トルから1 7 0トルの東。 シナ海を北東に航行する、ウダロイ地球ミサイル駆逐艦、アドミラルパンテル AF、合輪急行用衛星一隻、ドゥブナ急補給艦一隻を発見した。その後、千島海峡を北上して、日本海に入っている。同年11月20日から11月30日、日向灘で、平成27年度機雷戦訓練に参加。2016年6月17日から6月23日、 地方島周辺海域で平成28年度実機来処分訓練に参加。2018年7月18日から7月30日、道の区湾にて機雷戦訓練及び米印、共同総会特別訓練を実施する。ありがとうございます。